目玉焼きのシーンです、ねえーえー、夏とですねあの宮崎駿役の誰だっけな,なんかあいつはですねスタジオで何個も卵を焼いてですねその本アニメの中に出てくるです、ね、玉あの目玉焼きのシーンをですね実験してました。でこういうですね 目玉焼きを焼いて周りの白身がこう白く固まっていくところをですね、これをアニメでやろうとしてるわけですね。卵がフライパンに落ちる時の動きとかですね、加熱されていくことでですね、えー、白身が固まってですね、その上で黄身の上のなんかこう黄色い黄身の艶がちょっとずつ変わっていくのをですね、なんとかこう作画表現しようとしてるんですけども、えー これがですね、その時にですね、外中さんから夏に渡された原画ですね。外中さんが夏に書いた原画を見て、ちょっとこれあの輪郭線を補強してあります。でこれを見て、夏はですね、これはちょっとあのやり直しをしたいと。というか、もともと旦那の、えー、っとですね、高畑勲役のおが言い出したんですけど、これもっと美味しそうにできないのかというふうに言い出したんですけども、何が書いてるのか、ここにあの、 棒が書いてあって、ここに線引っ張ってますね。で、エンドって書いてあって、ここに矢印がある。これどういう意味かっていうと、この卵がですね、この速度で落ちていくと。 一枚目、二枚目、三枚目。つまり、加速しながら落ちていくわけですね。で、最後減速する。フライパンに当たるから減速するっていうですね。こうあの、サクゲージがついてるわけです。で、えー、まあ、これだけだったらですね、卵は殻から落ちて、中身がですね、あの、加速してフライパンに落ちて、落ちる直前に減速するっていうですね。まあ、ちょっとアニメっぽい動きっていうのの指示なわけですね。で、えー、こういうものですね、まあ、卵は加熱されていくシーンのですね、 完成形っていうのかなあの、なかなかまあうまくいかなくてですね、アニメ、あのドラマの中でも苦労してるんですけども。 天空の城ラプタの中でですね、パズーがシータの朝ごはんを作るシーンですね。えー、これがですね、その卵を焼くシーンとしては、まあ、見本になるようなやつなんですよね。あの、ーラ一家がやってきたためですね、時間がないので、この卵はですね、その場で食べずにですね、パンに乗せて、カバンに入れて持っていったというやつなんですけども、やっぱあの、フライパンがちょっと斜めになっていて、えー、油が流れ出してですね、で、すでに白身の外側が焦げていって、黄身が少し固まり始めてるというですね、目玉焼き で、えー、まあ、それを超えたですね、もうこれが完成形ですっていうゴールがですね、完成、ゴールが多いんですけど、ゴールがですね、あの、ハウルの動く のですね、卵を焼くシーンの作画です。一コマ目です。えー、卵が落下しています。殻を割って、あの、白身が透明のままですね、下にです、ね、落ちてます。で、下にはですね、分厚いベーコンからフライパンに油がいっぱい流れて煮えたぎって油の中に卵が落ちると。なので、 二コマ目ですね。えー、油の中でですね、白身が泡立って沸き立って加熱されてですね、三コマ目、あっという間にですね、透明の部分がなくなって白くなっていくっていうですね、作画やってますね。で、実際はですね、その、 テレビアニメでですね、ここまで緻密な作画とか、あと特にこの色指定とかはできないんですよね。あのー、アルプスの少女ハイジンの時もですね、あれは、あのー、多分そんなテレビアニメだから、当時色数少なかったはずなんですよね。下手したら60色とか、あのー、ぐらいでやらなきゃいけなかったのを特注色いっぱい作ってやってたと思うんですけども、こんなことまでやったら本当にね、200色超えちゃうんですよね。なので、そんなにですね、細かい作画、色,色指定はできない。 なので、えー、結局ですね大草原の少女空の中ではですね匂いを嗅ぐシーンっていうのを挿入することで,ですね見てる人間の記憶に頼るとつまり美味しそうに卵をかくっていうよりはそれをリアクションしてて匂いを嗅いでる人間のカットを入れることで見てる人が美味しそうに思うという見てる人間の記憶を呼び覚ますような形でですね美味しそうに見せるシーンっていうのを作ってました。 まあ、目玉焼きのシーンはですね、ジブリでは、まあ、まずラピュタですよね。まあ、これは解説の中でも話したんですけどもですね、あの、なんであれが入っているのかというと、ジブリのでですね、まあ、まだジブリが成立する前、トップクラフト時代なんですけど、あの、風向隊のナウシカは宮崎駿さんがですね、監督した時にですね、食べ物が出てこないというふうに高畑勲さんに言われたんですね。プロデューサーの高畑さんに、 風の谷には生活感がない。なんでかというと食事シーンというのがほとんどないからだと。で、な一つの村があって共同体がある,あると。そこにみんなが愛着するのはなんでかというとそこで生きて食べてるからだと。そういう食事シーンがないというのは宮崎アニメとして不完全だというふうに言われたんですよね。なので天空の城ラッターではですね。 たくさんのですね、食事シーンが出てきます。例えば、その、目玉焼きの他にもですね、あの、ムスカの食事シーン、あと、ドーラなどですね悪、悪党どもがですね、食事するシーンもですね、何回も登場して、それがまあ、全部美味しそうなんですよね。で、えー、まあ、目玉焼きのシーンの次の進化はですね、まあ、あの、ハウルの動く城ですよね。おばあちゃんになったソフィーがですね、勝手に悪魔のかまどでですね、目玉焼きとベーコン焼いたのを作ってると、まあ、ハウルが現れて、さらに卵をですね、追加してですね、ベーコン分厚いのも追加するって、俺も 印象的なシーンです僕としてはアーカイブに入っていただくこれが、まあ、僕としては一番ありがたいし、ね、実は一番使えると思ってるんですけどもあの YouTube のメンバーシップこれあの気軽ですでドワンゴのですね「ブロマガチャンネル」これもねすごい便利です、えー、どれか好きなものを選んで,です、ね、入会してくださいそれではまた明日の動画でお会いしましょうではまたバイバーイ 岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。